でも乾選手はやっぱり雨の中でもドリブルしてましたからね。で俺森山とか滋賀県大好きだから、はい、安から世界へ行けたんです。こんにちは、滋賀落ちましたくなるローカルメディア滋賀とこの林です。今日はですね、ここ、滋賀とこが運営する JR 森山駅前にあるギャラリースペース、滋ギャラリーからですね、動画をお届けしております。この YouTube チャンネルでは初めてのインタビュー動画ということで、ゲストには元 J リーガーの村田和也さんに来ていただいております。村田さんといえば、安高校の時にですね、全国優勝を果たし、先日ですね、プロサッカー選手を引退するとともに、これからはですね、滋賀県に新しい J リーグチームを作るということで発表されまして、個人的にもちょっと、その滋賀についてどんなことを思ってるのかなみたいなことを聞いていきたいなと思っております。それでは、インタビュー、ぜひ、お楽しみください。ということで、改めまして、滋賀出身の元 J リーガー、村田和也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずなんですけど、はい、村田さんってどんな方なのかプロフィールをご紹介したいなと思います、はい、村田さんなんですけども、滋賀県守山市出身の元 J リーガーで、2004年に滋賀県立安高校に入学されました。安高でですね、日本代表などで活躍されてたですね、乾選手とかと、同級生だったり、高校2年生の時に安高が全国優勝、日本一に卒業された後、大阪体育大学に進学されて、ここでも大学2年の時に、総理大臣会で全国制覇されて日本一になった。高校でも大学でも日本一。そうですね、はい。で、その後2011年スレッズ大阪へ入団、2013年には清水エスパレスへ、移籍されまして、ファンからの人気が非常に高くて、記憶に残る背番号11として、チームからも地域からも愛されていたと。その後はですね、柏レイソル、アビスパ福岡、レノファー山口 FC へと移籍され、今年2021年の2月に現役引退を発表。その時に滋賀県初の J リーグチームを作るため、運営会社人生最高を設立ということですね、はい、いろんなとこから聞きたいなって話があって、聞きたいこと3つあるなと思っていて、一番聞きたいなと思ってるのが、やっぱ安高校の時に全国制覇されて日本一になったということが、どんなチーム、何が強かったのかなと思って。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、山本先生が、はいはい、日本の高校サッカーを変えるとか、高校サッカーに新たな風を吹かすとか、そういう思いでやっぱりやられてたので、安から世界へ行けたんです。山本先生のいつも言っておられたのは、国立からいかに次の世界へ羽ばたいていくか、国立に夢はないと、はい、国立の先に夢があるんだっていうのは言っておられたので、じゃあ森さんもそれを高校生の時に聞いて、はいはい、そうだと思って、そうですね、練習して日本一やりたいとか、はい、夢持たへんかったらノーチャンスやろとかいうのをずっと言っておられたので、僕はすごく自分の中で響いたものがありましたし、うわ、こんな先生かっこいいなみたいな、あ、俺も先生になろう。あ、そっか、そうですか、はい。しかもね、その安高校って県立高校なんで、はい、私立みたいに、はい、このスーパースターを全国から集めてきてみたいな話ではなくて、地元の子です、まあ、そうですね、もちろん地元の方で、ほとんど地元の選手だったりし、はいはい、県内の選手がみんな頑張って、うん、僕はもう全然その実力的にもダメだったんですけど、同級生の乾隆選手だったり、うん、田中雄大選手、荒堀健二選手だったりとか、もう本当に先輩方をはじめ仲間がすごかったなと、まあ、本当に僕なんでボール取れなかったっすもん、ね、でも、自分も頑張りたい、で、まあ、国立の、ね、ピッチにはベンチにいたんで、実際にピッチには立ててなかったんですけど、ああ、こうやって日本一になって帰ってきたらパレードがね、こう安市のとこであって、もうその時とか、俺らアイドルみたいな、なんかそのあとやっぱその県民がこう盛り上がって、どこ行くのも安高校、ね、あの安高校とか、セクシュットボールとか、そういうふうにやっぱり、いろんな全国の人にもやっぱ言っていただいてるんで、やっぱりすごいことを成し遂げたあのメンバーの一員として、自分もいたんだなっていうのは、いまだにやっぱり誇りに思いますし、その時メンバーが、今ちょっと簡単に数えさせていただくだけで、8人が J リーグだし、そうですね、これだけ行くっていうのは、なかなかすごいですし。そんなこと何がすごいっていうのは、まあ、その高校サッカーからプロに行った選手もいるんですけど、はいはい、僕も含めて、一回大学を挟んでからプロになったっていう、そのまさに山本選手が言ってた、高校サッカーが頂点じゃなくて、次じゃあ国立で活躍して、次大学に行って、
でそこでもう一回頑張ってプロの世界に羽ばたけたっていうのは、やっぱりその教えというか、その先につながれたのは良かったですし、今思えば強烈なメンバーやったなって、はい、でもやっぱりみんなやってましたからね、帰らず。あ、練習、はい、みんな土の中で練習してて、うん、もうみんな最後まで練習してたし、でそれは世界を目指せっていうのは具体的にはそれどういう、まあ、それが練習時間の長さとか質とか、はい、そういうところになってくるんですか、意識に。いや、高校サッカー有料試合だぞっていう話ですよ、先生。国立とか高校サッカー選手権って有料じゃないですか、はい、だから有料試合にふさわしい試合やれよ。ああ、見てる人も楽しいサッカーやれよ。ああ、まあ、いわゆる、まあ、プロですよ、うん、高校サッカーでも、うん、みんなお金払ってんねんね、あれみたいな。でもそんな言われてもできないじゃないですか。だから服装とかもよく言われましたよ、映像のもっとかっこよく着ろとか。ああ、そうなんや。言い方がなんかこうちゃんとシャツ入れよとか、そういう言い方じゃなくて、なんかもっとスペインとかめちゃくちゃかっこいいぞみたいな。お前らスペインの人と比べたらもうめちゃめちゃダサいやみたいな。なんかそういうのとかは、はい、なんかそういうのがすごく印象的ですよね。あ、この人普通の先生ちゃうなっていう。すごくミーハーな質問なんですけど、乾さんと高校の時どんな選手やったんですか。どんな人やったんですか。いや、やっぱりそのサッカーがとにかくやっぱ好きなんで、はい、まあ僕らで言ったら、あの練習は雨になりました、うん、おっしゃ練習休みや帰れるみたいな、今日はないぜみたいな、まあ、でも乾選手はやっぱり雨の中でもドリブルしてましたからね。へえ、こういう人材が世界に行くんだなって思ってましたし、でもやっぱそれを見てね、あ、ちょっと僕もやっぱ負けたらあかんなっていう思いはしてくれたんで、とにかくやっぱサッカー好きっていう思いは、うん、彼はもう昔からね、うん、練習も一番最後までやってましたし、うん、2つ目ちょっと聞きたいなと思うのが J リーグになってからの話、はい、でそもそもなんですけどね、そのさっきからその J プロになるみたいな話もあったんですけど、プロ野球やとドラフト会議があって、はい、でそこで指名されて、うん、上位だったらあのプロ野球選手になります。サッカーってそこはどういう形でプロになるんですか。サッカーはね、もうほぼほぼスカウトですね。スカウト、高校サッカーとか大学サッカーをこう見られて、一回練習おいでとか、あ、この選手いいなっていうのがあって。村田さんの場合はどういう形で。僕は本当大阪体育大学に進んで、大学2年生の時に、まあ、ウイノフ、あの全国優勝、しかも2部から優勝したんで、うんうん、その時に、あ、これもしかしてあと2年で頑張ったらチャンスあるじゃんっていうのが、3年生4年生頑張ってる中で、セレッソ大阪のスカウトが何回か来てたんですよ、練習会に。おい、え、もしかして俺見に来てんの、いやちゃうかみたいな感じで、でも思ってた時にざわつきますよ、ね、はい、やっぱその時とかめっちゃ気合入るじゃないですか。めっちゃ声出して行くぞみたいな、もうアピールしまくりですね、来た瞬間分かってるんで、あ、セレッソのスカウト来てはるわみたいな。でもめっちゃ気合入れたりとか、でその中で一回練習会に参加 してくださいっていう依頼が来て参加して、でまあそこでいいプレーできたっていう記憶はもう全くなかったんですけど、オファーをいただきまして、即って感じで、もうすぐサインすぐサインもうお母に電話して、なんかもう言うてはんねんけど、もうサインしていいかなみたいな。金額とかなんか今思えば見てないよ。でもね、プロですからね。そう、だから本当に自分自身はプロを約束された選手ではなかったので、うんうん、運とタイミングであったりとか、そういうところが重なって、まあ、オファーいただいて、セレッソ大阪に入団することができたっていう流れですね。その後、移籍などもあり、はい、2013年から清水エスパルスに入られた、はい、でそこで大活躍されて、はい、でファンからもすごく愛される選手だったというふうに聞いてるんですけど、そこっていうのは何かあったんですか。そうですね、まずあのセレッソ大阪で2年プレーさせてもらって、乾選手が海外に行く、清武選手が海外に行く、柿谷選手が海外に行く、そっか、そうなった時に、そうなった時に、うわ俺も海外行きたいなと思って、僕はヨーロッパよりもアメリカに行こうとしたんですよ。そしたら海外挑戦失敗して挫折して、でセレッソとも契約事がうまくいかなくて、実はね森山の市民グラウンドで2ヶ月ぐらい帰ってきてた時だったんです。あ、そうなんですか、はい、で森山の市民グラウンドで一人で泣きながらサッカーしたりとか、立木さんをね階段登りして、そう、もう3往復とかに朝からやってたんです。
実はそういう時期があって。あ、そうですか。はい、まあなかなか知られてないところなんですけど、華やかな J リーガーのイメージですけど、で、はい、森山市民グラウンドの隅っこでね、はい、ちょっと一人で走りながら、はい、その時に近所のおじいちゃんおばあちゃんがね、はい、こう散歩してるわけですよ、はい、俺仮にセレッソのプロの選手やねとか思いながら、でもそんなん見たらやっぱりこういざ自分がサッカーをする場所がなくなった時にすごい投げてきて、うん、俺森山のグラウンドで一人泣いた時もあったんですよ。チームも行くとこなくて海外も実証失敗して、そんな時に、あ、俺恵まれすぎてたなって。スパイクもあるしボールもあるし、ファン毎日200人とか来てくれてサインとか勝手にしてるけどこれってめちゃくちゃありがたいことやって気づいて、一人でやってた時にもう何もなくなったんで、こんな俺でもオファーくれるとこあったらすぐ行こうと思って、あで、そしたらたまたま清水エスパルスが声かけてくれたんですよ、うん、こんな俺でももうすぐ行く、でも今はいや僕一人で今練習してるぐらいですよ、いやいいそれでも行ってくれ。でもその時に誓ってたのが、もう清水エスパルス対策めちゃくちゃやったろうと思って、うんうんうん、地域とかクラブにとってメリットあることは全部やろうと思って、あ選手だけじゃない、はい、うん、でそれでまず何始めたかっていうと、静岡県内のサッカースクールにめちゃくちゃ回ったんですよ、うん、で自分でサインをサイン色紙、うん、もう200枚ぐらい車に入れといて、うん、そこら中に自分で買って自分のグッズ買って配りに行って、自分のグッズね、はい、で商店街に飛び込みに行って、はい、餅つき大会とかしてはる自治会とかあるじゃないですか、うんうんうん、あ俺エスパの選手ですよみたいな感じに行って町を盛り上げに来ました、呼ばれてないのに呼ばれてないのに行ったり、でも向こうは嬉しいですよね、そうなんですよ、向こうプラスええみたいな感じで、でもそれは別に自分のなんかためとかではなくて、はい、静岡県のため、清水の地域のために良くなることっていうのは全てやるっていうのが僕の中でのミッションっていうか、でそれを続けてたんですよ、はい、もう練習なんて高齢者の方ばっかりですよ、あでもそれが生きがいやねんって、うん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 、おじいちゃんおばあちゃんが練習に来て、はい、ここで死んでもいいとか、ね、練習場で死ぬことが夢ややっぱそういうのがあったりとか、うん、子供たちがみんなサインしてやったなって、そっかそれが J リーグのマジってそんな感じなんですね、そうなんです、本当にやっぱプロスポーツがあって、うん、そのスポーツが、うん、街をつないでいくっていうのが、あ、すごいなって単純に思いましたね。そこからだからやっぱりターニングポイントやった感じなんですか。そうですね。で、まあ、2016年の時に日本代表次やっぱ目指したんですけど、うん、いやちょっと日本代表無理だなって限界感じて、うん、次の目標何しようと思った時に、もう滋賀県しかないと思って、はい、滋賀県にこんな場所がないっていうのが悔しい思いがついてきて、うんうんうん、あ俺滋賀県に帰ろうって、もう2016年の時に決めたんですよ。2016はバリバリの現役ですよ、現役です、日本代表を目指してるぐらいの現役で、現役目指してて、でも日本代表はもう無理やって自分の中で思ったんで、はい、じゃあもうシフトチェンジしようと思って、2016年の時に滋賀県で将来スポーツで盛り上げたいなって思いが芽生えて、で俺森山とか滋賀県が大好きやから、はい、じゃあ市民誰も知らんぞ、乾は知ってるけど俺のことは誰も知らんと思って、あ、だからまず森山ふるさと大使しかないと思ったんでほんで宮本市長のところに行って、市長お願いしますまずはふるさと大使お願いします何でもやりますって言って、はい、ふるさと大使やらせてもらって、はい、でもふるさと大使になるのだけでは嫌なんで、はい、サッカー教室を絶対に森山市で開催してくださいって、12月の時に帰れるので、それで毎年そこから毎年ビッグレイクでサッカー教室を毎年毎年2016年からやっていってきた。多分17か18かで帰ってこられてる時に、僕も地元 の、 そうです、はい、の経営者の方からご紹介いただいて、こんな面白い熱い方がおられるんですよって、はい、あどんな J リーガーさんの J リーガーさんって言うとどっしりーみたいな感じで足をそこで向かってっていうところがあるそうなんですよ。でそれでまあだから2016年からサッカー教室のとこと滋賀県の県内で頑張っておられる経営者さんとかもやっぱ紹介いただいて、はい、その人たちが今どういうことを思ってるのかなとか、だから多分滋賀どこさんとかもその時まだ全然ね、まだまだ大きいの時じゃなかった、うん、その時でも林さんもいやこれからもっとメディア盛り上げていきたいんですよっていうのはやっぱ知ってたから、でもやっぱどんどんこう年数が経つにつれてフォロワーが増えたりとかいろんな取り組みをされてっていうのを僕自身もやっぱ見てたから、 ありがとうございます。それがなんかいきなり滋賀県帰ってきてっていう部分ではなかったので、やっぱ2016年からシフトをもうこっちに切り替えて、県内でまずサッカー教室と
夢事業をやることを徹底したんですよ。あの夢事業を2016年から小学校とか電話して自分で、あの空いてますけどどうでしょう村田空いてます、そうそう空いてますけどどうですかとか自分で、はい、PTA 会長してる人とかに俺行きますよ行きますよって12月やったら行きますよとか言って、でもそれは井原正美さんの話にいつもなるんですけど、はい、小学校5年生の時に井原正美さんが森山市の30周年から、うんうん、30周年の時のイベントとして井原正美さんが森山市民グラウンドに来て、僕当時小学校5年生です。あ、はいはい、その時にうわ滋賀県でも J リーガーでやったら日本代表になれるのみたいな、その感覚がやっぱ未だに脳裏に離れないんですよ。でこれが面白いのが30歳の時にヘッドコーチだったんですよ、柏レイソルのヘッドコーチに井原さんがいてて、で僕が選手として入るっていう、何年ぶりのですか、20年後にこのストーリー、当時教えてもらった小学生ですっていう、そんなことあるみたいな、でそれを今夢事業で話すんですよ県内の夢事業させてもらう時にこれ見てって言って、俺の10歳の時の写真と30歳の写真20年後こんなになってるんだって、うん、君たちめちゃくちゃ可能性あるやん。確かにそれは夢としてめっちゃね、ワクワクしますよね、はい、3つ目のテーマ聞かせてもらいたいなと思うんですけども、滋賀県初の J リーグチームを作るということで今年2021年の2月に発表されまして、滋賀県って今 J リーグチームないんです。そうですね、今はないのが現状ですね、はい、今まで なんでなかったんですか。いや、本当なんでなんですかね、林さん。僕は聞きたいですけどね。本当、はい、そもそものところからね、多分僕もだし、多分見てられる方も分かんないと思うんですけど、はい、J リーグチームなんてそんな難しいんですか。めちゃくちゃ難しいですね。スタジアムもないですし、今の現状はね、はいはい、いろんな資金力の部分であったりとか、まあ、あとはファンの、ね、数であったりとか、そういうところも非常に大事だと思うので、今これからどういうことをしていかれる予定なのかなっていうのが、ちょっと、そうですね、J リーグになるまでというか、はい、それが何されていくんだろうっていうの、全然想像がついてない、まずやっぱり、はい、そもそものチームがないとダメなので、はいはい、チームっていうのをまずこれから作っていきます。はい、チームを作るっていうのは、選手がまず、何か言うと、選手がいる、選手もいりますね、選手、チーム、はいはい、まあ、スタッフであったりとか、はい、っていうのも必要なので、はい、まずチーム名を募集するんですね、応募してもらおう、もうさせてもらおうと。はいで、はい、みんなで滋賀県民の皆さんに、え、こんなチーム名どうみたいなっていうのを考えていただく、まず、はい、取り組みを募集をさせていただくことを書いてまして、現地で言うと、まあ、滋賀県のことに興味があるユーザーが、まあ、たくさんおられます、はい、滋賀のこと好きですというファンがおられます、でその中にもちろん滋賀のサッカー大好きですっていう人も、はい、あのいっぱい見てくださってると思うんですけど、はい、そういう人がこれの動画を見て村田さんを応援したいって思った時は何をしたらいいんですか。そうですね、まず、 まずはチーム名のところとか、チーム名も、はい、募集、かっこいい名前考えて、はい、考えていただきたいですし、例えばこんな逸材いるよ、じゃあチームのもうちょっとこうスタッフのボランティアスタッフが欲しいなんかイベントするときにどこどこと一緒にやりたいとかこの滋賀県に何ができるかっていうのをやっぱり考えていきたいと思うので、今は SNS は村さんの個人の SNS でも、はい、でホームページも9月2日からオープンするので、はい、ホームページの方でも、はい、問い合わせフォームからガンガン投げて、お問い合わせフォームでもガンガン投げてもらったら地域のイベントであったりとか、はい、活性化イベントであったりもたくさんしてますので、はい、あとは企業公演、はい、学校公演もやらせてもらってますので、はい、何かありましたら。わかりました、はい、まあ、まずは名前募集が、そうですね、始まっているのが9月の20日まで、はい、ということで、されているので、この動画の概要欄にもはい、URL を貼らせてもらおうと思ってますんで、そちらの方から、はい、見てもらって、どんな名前がいいんでしょうね。ねえ、なんか、それ条件はあるんですけど、滋賀がついてる。あ、絶対滋賀はつけてもらう。滋賀はつけないといけない。琵琶湖じゃダメ。琵琶湖はダメですね。滋賀だ。それはだから、琵琶湖なんとか入っててもいいんですけど。あ、うん、滋賀に、ひとまず。はい。で、あの、近江米とか、近江牛とかも用意してるんですけど。うん、ああ、名前が大見舞じゃなくて、はい、はい、商品が商品応募してくれた方に、滋賀大見舞図とかで考えてもらっていいっすね。まあいいっすね。それなしなしなしでしょ。まあでもそういうのも、まあ、だから、ね、そういうのが欲しい、欲しいですね。応募した方の中から景品で大見舞や大見牛がプレゼントされますので、はいはい、なのでぜひですね、ちょっと新しいチーム名考えて応募いただけたらなと思います、はい、ということで今日は村田和也さんに話を伺って、はい、すごくちょっと滋賀の未来明るい感じで、ありがとうございますんで、いつも見てますんで、あ、こちらこそいつも見てますんで、ありがとうございます。また引き続き、はい、話聞きたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで滋賀とこ YouTube チャンネル1回目のゲストということで、村田さんからですね、サインをいただきまして、この滋賀を自慢したくなるカレンダー2022、今年の分なんで、もう今9月なんで、もうあと何ヶ月かしか使えませんけども、記念用に取っとく用のこのサインを、いただいて5名の方にプレゼントしたいなと思っています。この滋賀とこの YouTube チャンネルにですね、チャンネル登録をしていただいた上で、概要欄にある応募フォームの方からご応募いただけましたら、抽選で5名の方にプレゼントさせていただきます。9月30日を締め切りにさせていただきますので、それまでにご応募お願いします。あと、小田さんもおっしゃってたですね、滋賀県に J リーグチームというところで、今ですね、クラブチーム名の募集が始まっています。こちらは9月の20日、20日ですね、までに応募していただいたらですね、こう名前を考えて、どんな J リーグチームがいいかということを考えてですね、ご応募いただけたらなと思ってます。滋賀を自慢したくなるローカルメディア、滋賀とこの YouTube チャンネル、ぜひチャンネル登録をお願いします。あと、高評価もいただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。